はい、どうも、世界を旅する山田です。今日は誹謗中傷について話をしていきたいと思います。というのも、最近コメントでですね、アンチ的な内容をいただくことが出てきまして、で、それがどんな内容だったかっていうと、聞きたくないですとか、ニヤニヤしてるのが嫌いですとか、以前に僕がハーフですっていう動画を上げさせてもらったんだけれども、ハーフとかどうでもいいですとかさ、ニートにでもなったんですかとかっていうコメントをね、特定の方からなんだけれども、いただくことが出てきました。で、まあ、そのニートにでもなったんですかと、それは認めよう。それは認める。まあ、こういう状況だからさ、もうまあ別にニートって言われても、しょうがないなとは思うんだけれどもさ、要はそれ以外のコメント、例えば聞きたくないとかさ、ニヤニヤしてるのが嫌いですとかね、って言われるんだけれどもね、もし本当にそうなら、最初に一つだけ言いたい。僕の動画を見なければいい。なんで今日僕がね、この話をしようかなって思ったかというと、なんかそういうことを言う人が、僕だけじゃなくてね、なんか僕以外の人とかにも、もしそういうコメントを、例えば YouTube とか、他の SNS とかでもそうだけれども、を発信してる方に対してね、なんかそういう人が他の方とかにもそういうことを言ってたら、すごく残念だなと思ってさ、もう今日動画にしようと思ったの。例えば僕の例で言うと、例えば僕がじゃあハーフであることとか、あるいは別にニヤニヤしてることとかがさ、誰かに別に迷惑をかけてるわけじゃないじゃんって思うのね。だから正直に言うと、僕はね、そんなに気にしてないんだよね。そうやって言われてもそんなに気にしてないんだけれども、例えばさ、じゃあ僕じゃなくてさ、他にも言われてる方がいらっしゃって、そういうことを言う方にね、いらっしゃって、その方がさ、すごくこう気にしいな方だったりさ、何もガラスのメンタルを持つようなさ、こうなんか優しい方とかだったらさ、心も折れちゃうじゃん、そんなことを言われたら。そういうことを言われたら、やっぱりすごいへこむしさ。でもなんか今日はね、もしそういう方が見てくださったら、この動画を大丈夫だよって、君だけじゃないっていうことを、なんかこう分かってほしいというか、少しでもなんか心がね、和らいでくれたらいいなと思って、すごく、まあ、僕の自己満みたいな動画にもなっちゃうかもしれないんだけれども、この動画を作ろうと思って、今日は話をすることにしました。でもね、最初に言っとくけど大丈夫。もしそういうことを言われていて、悩んでる方がね、もしいらっしゃったら、大丈夫、君だけじゃない。やっぱりこう、SNS を発信してるとか、やっぱ何かをこう、頑張ってる人、別に SNS とかだけじゃなくてね、やっぱ何かを頑張ってる人には、そういうアンチ的な自分のやってることとかをただ単にこう、否定するような人とかも出てくるから、もうそれはしょうがない。やっぱそういう人も出てくる。だから、特別君がそういうことを言われちゃってるわけじゃなくて、まあ、僕も含めてだし、大丈夫、君だけじゃないっていうのを、もう一度最初になんだけれども、伝えておきたいと思います。で、ここからは個人的な意見にもなってくるけどさ、最初にも言ったけど、やっぱりね、そういう嫌いなら、見なければいいと思う、そのチャンネルを。やっぱ YouTube って無料のプラットフォームだしさ、こう何を見るかっていうのは、視聴者、こう見てくださってる方に選択肢があるわけだからさ、見てて不快だなとか、うわ、なんかこいつとかって思うんだったら、見なければいい。なんかもし仮にその人が、なんか道徳的にとか倫理的になんか反してるようなことをやってたら、もちろんそれをね、批判するような人がいなくちゃいけないと思うけど、いや、そうじゃなくてね、別に誹謗中傷するような人たちからお金をもらって、こうやって動画を作ってるとか、チャンネルをやってるわけじゃないんだからさ、やっぱこうやって情報を発信してる人、SNS とかね、発信してる人、やっぱね、ありのままやらせて。これは個人的な感情も入っちゃうけど、なんか別に僕もいつもニヤニヤしてるわけじゃないからね。別にビジネスとか真剣なところでもさ、ニヤニヤはしてないからね。まあでもこんなこと言ったとしてもわかる。それでもやっぱりこう誹謗中傷とか、なんかこう悪口とかを書かれちゃうことはわかるんだよね。なんか僕もそうだし、なんかもしそういう方がいらっしゃったらね、なんかそうやって書いてくる人がいることも、まあ確かにいらっしゃるなって思うんだけれども、なんかもう、ある種、もうスーパーポジティブに考えれば、僕なんかもうそういう人たちってもう二つのタイプしかいないと思うんだよね。もう一つ目はもうね、愛情の裏返し。もう聞きたくないとか嫌いとか言ってる中で、でもそうやって動画を見てコメントも残してくれてるっていうのはね、もうね、愛情の裏返し。もうね、実はどっかね、実はこっち発信者側のことをね、もう気になってるんじゃないかと思う。もうスーパーポジティブに考えると。がね、一つ目のパターン。で、もう二つ目のパターンは、もうね、誹謗中傷することに、もうね、快感を覚えちゃってる人。だから、そのもう愛情の裏返しなのか、もう誹謗中傷に快感を覚えてるようなぐらいになっちゃってるんじゃないかなと思うの。仮にそうだとすればさ、もう全種愛情の裏返しだったらさ、もういいじゃん。もうなんかさ、こっちもさ、そういう人に対してさ、まあまあ愛情の裏返しだなとかさ、もう思っとけばいいわけでしょ、別に。なんか別にもう嫌いとかコメントくるけど、いつも動画見てくれてるじゃん、コメントくれてるじゃんとかって
思えばなんとなく気も楽になるでしょ。でもう一個その後者の方要さ、なんか誹謗中傷に快感を覚えちゃってるような人なのかなとかってもし思うんだったら、もうね無視、もうそういう人たちは気にしない。だってもうなんかもうそういう人たちなんだもん。なんかね、相手をしてでもこっちの時間が無駄だから大丈夫、へこまないで。でもやっぱりその中で残念なのは、そういうことを言ってる側とかこう書き込んでる側っていうのは結構すぐ忘れるんだよね、自分がやったことを。なんだけれども、こうやっぱさ、言われた側っていうのは結構覚えてるよね。やっぱ僕もあんまり気にしないとは言うけれども、やっぱ結構覚えてるし、そうやって言われたことは。だからね、それもやっぱ残念だなと思う。やっぱ言われちゃった側は結構引きずるよね。でもやっぱ誹謗中傷されたらされたなりに、なんかそこから学べることも僕はね、あると思う。ある種こう、プラスに捉えると。で、それが何かっていうと、やっぱり弱さを知れること。どういうことかっていうと、やっぱりそういう言葉をさ、言われた側がもうどんな気持ちになるか痛いほどわかるじゃん。もう自分に実際さ、自分が言われてる側だしさ、言われたら嫌でしょ？まあ気にしないと言えどさ、やっぱちょっと、なんか残念。なんか心もちょっと痛くなるじゃん。でもなんかそういう言われた側の弱さを分かるからこそ、やっぱこう人にさ、弱さを知ってるからこそ、人には優しくできるしさ、やっぱ人に優しくできるからこそ、やっぱそういう人には周りにね、こう素敵な人が集まってくるんだと僕は思うんだよね。というかまあそう信じてる。だからね、なんかもし別に YouTube に限らないけれども、何かこう自分が新しく頑張ろうとしたりだとか、SNS とかを使って情報を発信しようって頑張ってる方たちだとかがいらっしゃって、もしね、その中に、でもなんかそういう心ないコメントとかをもらって、なんかこのままやってていいのかなとか思っちゃってる人がいたら、大丈夫、やめる必要はない。必ずそういう人っていうのは出てきちゃうから、やっぱその中でも自分を信じて応援してくれる人ももちろんいるからさ、今までこう自分が新しくやろうと頑張ってることは、一緒に、僕もそうだし、みんなも僕は続けるべきだと思う。とりあえずこの動画ここまで、誹謗中傷される側の身として僕も話をしてきたけれども、なんかもしね、この動画を、なんか誹謗中傷する側の人が、もし見てたとしたら、ね、もうはっきり言っちゃおうかなと思うんだけれども、なんかその、例えばね、匿名だからバレないとか、別にまあ今はこういうコメント書き込んでるけど、なんかこういうこと言ってるけど、別に私生活では違うんだとかね、もし思ってる方がいらっしゃったら、いや、それは違う。もうね、その君がそういう誹謗中傷したりだとか悪口を書いたりだとかね、もうそういうのはもう自分が意識してないところでも、もうね、出ちゃってるよ、君から。だからね、私生活とかも、周りから、もうそういう人間なんだなって、多分自分が気づいてないだけで、見られてたりするから、気をつけな。この動画の最後になんだけれども、僕なりのその解決方法、やっぱ誹謗中傷言われてさ、やっぱ凹むじゃん。心も痛くなるじゃん。もう僕も経験したしさ、僕なんてさ、まだいい方なんじゃないかとも思うしさ、でもその中でね、僕なりに、要は解決方法っていうのかな、少しでもそういうこと言われて傷ついてる人がいたらね、僕なりのその解決方法、気持ちが和らぐやり方っていうのを、勝手なんだけれども、共有しておしまいにしたいなと思います。二つあるんだけどさ、まず一つ目が、やっぱね、人に話すこと。誰でもいい。例えば身の回りにこう信頼できる、例えば友達とか家族とか、例えば恋人とかでもいいかもしれないし、やっぱそういうことに、こういうこと言われちゃったんだよねとかっていうのを、もう自分の思ってることを素直に、こう自分のもう弱さをもう出して、弱いところを見せていいと思うんだよね。もうそうやって話をしてみることが大事。で、そうやって話してさ、その話を受け止めてくださる方だっているしさ、それでも応援してくださる方だっているし、まあでももしね、そういう方が周りにいないんだよっていう方がいらっしゃったら、もう本当にこれは僕でよければだけれども、全然僕のこの動画でもいいし、コメントをね、下にいただいたりだとか、ただコメントだとみんなが見れちゃうからさ、いや、なんか、なかなか、なんか相談できる人もいないんですということがあれば、全然僕にダイレクトメールとかを本当にくれてもいいし、他の SNS、インスタグラムとかさ、なんでもいいけど、ダイレクトメールとかメッセージをくれて、なんかこう、少しでも僕がね、その話し相手とかになられるんだったら、僕でもいいんだったら全然相談してほしいし、まあ別に僕じゃなくても、身近にね、そういう方が誰かがいらっしゃるんだったら、やっぱ人に話してみるっていうことは、心が落ち着くから話してみるといいと思う。まあ、僕じゃまだまだこうやって直接ね、みんなの力にはなれないかもしれないけど、でもさ、もしそういう方がいらっしゃったら、一緒に頑張ろう。で、二つ目の解決方法なんだけど、これは自分を応援してくれる人もいる。自分にこう、温かい言葉をかけてくださる人もいるっていうことを、ちゃんと忘れずに覚えていくこと。で、やっぱりね、人間、その、いいことを言われた時より、悪いことを言われた方が、やっぱね、覚えるようにできてるの。もうこれはね、事実、もうそうなんだけれども、でさ、でもやっぱりこう、数で比べるのは正しくないかもしれないけれども、もし自分、もしね、君がね、こう、やってることが正しければ、やっぱ自然と応援してくださる方の方が、周りには多いはずだから。
確かになんかこう一つ二つなんか心ないような言葉を言われて、なんかそれが忘れられない、なんかそれを常になんかこう思い出しちゃって、あ、なんか不安だなと思っちゃうのはもう確かなんだけれども、それは大丈夫、君だけじゃない、みんながもうそうなんだけれども、そうなんだけど、そうじゃなくて、それ以上に自分をね、応援してくださる方がいらっしゃるんだ、いるんだっていうことを常に忘れず、覚えておくっていうのはいいと思う。僕もね、こうやってたまにそういう今、誹謗中傷というか、なんかこうね、僕のこう人となりを否定するようなコメントとかもいただいたりはするけど、でもやっぱりこうやってさ、やっていれば応援してくださる方だっていらっしゃるし、他にね、温かいコメントをくださる方だって、別に YouTube に限らず、Instagram とかだって通して言葉をかけてくださる方だっているしさ、やっぱりそういう方たちをこう思い出すと大丈夫っていう気持ち、やっぱ少しでもちょっとね、安心する。ただここで個人的にね、でもはっきりとは言っておきたいのは、別に温かい言葉を必ずいつもくださいっていうわけではない。例えば僕のやってることが、さっきも言ったけど、なんか倫理的にとか、なんか道徳的に良くないようなことを僕がね、もし仮にやっちゃってたとしたら、もうそれに対しては、もうしっかりとこう批判していただければと思ってます。ただそうじゃなくて、ただこう心ない言葉とか、なんかその人の人格とかね、存在を否定するような言葉を、なんか僕に対してだけじゃなくてね、そういうことを言うような人が周りにいたら、僕はね、戦う。今回のこの YouTube のコメントについては、別になんか僕もそういうのを隠そうとは思ってないからさ、なんか僕に対してそういうことを言う方、僕に対してそういうことを思う方がいらっしゃるっていう、なんかその事実をね、別に隠そうとは思ってないからさ、そのコメントを隠すとか、その人がコメントをできないようにブロックするとかっていうつもりはないのね。本当はそういうことができるんだけれども、別にそういうのを別に隠そうとも思ってないからさ、僕の場合。でもね、もし今後も、例えばそういうことが続くんだったら、例えば特定の方からそういう常にね、なんかこう、悪く言われるような言葉ばっかりをこう、ずっと書かれるようなのであれば、ブロックします。で、なんでかっていうと、別に僕がこう気にして嫌だとかっていうよりも、なんかね、そのコメント欄とかの雰囲気が悪くなるのが嫌だ。さっきも言ったけども、ちゃんと僕のやってることとかがね、正しくなくて、いや、そうじゃなくて、こういうふうにすべきじゃないですか、とか、健全なアドバイスをくださる方とか、そういうものはね、もちろんブロックするつもりはないし、そういう批判というのかな、そういうご指摘は、むしろいただけた方がありがたいんだけれども、そういうなんか心ないコメントとかは、やっぱりね、なんかこう、やっぱそういうチャンネルにはしたくないというか、やっぱコメント欄とかも雰囲気が悪くなるからさ、そういうコメントがね、特定の方とかから続くようであれば、もうブロックする。じゃあ今回の動画このぐらいにしておこうかなと思います。ちょっと僕の個人的な感情とかも入っちゃいましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございました。でも改めて最後になっちゃったけど、普段から応援してくださってる方、ありがとう。